リリースが3月ということで、3月といえば出会いだったり別れだったりとか、それ出会いと別れが同時にあったりとか、でそういう切なさとかそういうものを表現しようと思いまして、まあ、3月の初めは梅がこう咲き始めたりとか、まあ、桜もこう、つぼみが膨らんできたりとか、でアネモネが紫色ピンク色のまずちょっと切ない儚げな花を咲かすということで、そういうイメージで、まあ、男性女性男の子女の子のこう、まあ、恋愛模様というか、珍しく自分にとってはその恋愛っていうのを中心とした切なさ、切ない恋愛っていうのを中心とした曲を作ろうということで、作りました。やはり聴いていただいた方がぐーっとこう胸が締め付けられるというか、でこうその中にも激しさがあったりとか心の叫びだったりとかで、まあ、恋愛していた相手も見えるような、向こうがどう考えてるんだろうなっていうのをこっちが考えたりとか、そういうその美しさの中にも激しさがあるというか、でメロディーも高いところがあったりとかっていうのはあるんですけれども、まあサビの高いところ、メロディーが高いところなんかは、まあ、ある意味こう強くて、いいメロディーを作ろうとしてちょっとすっぽ抜けてるところもあるんですけども、そこはやはりボーカルのあやめさんがこう世界観というか、すごくこう力強さと切なさと、まあ中心は切なさなんですけれども、この心の叫びをこう表現していただけたなと思います。歌詞をこう中村かなたさんに書いていただいて、こう送っていただいて、でそれをまあ読むというか、メロディーと一緒にこう追った時は、うわー来た来たというか、うん、ぐっと来るぜという感じになりましたね。はい、その君というのが相手で、恋愛対象の相手で、で自分がいてっていう、どちらその男性女性どちらともこう主人公がこう思えるというか、その解釈というか、いろんな解釈がありつつも、真ん中には切なさとか過去にこういうことがあって、で今は僕はどうなんだ、私はどうなんだっていうところがやっぱりグッときましたね。花の咲かない世界になれっていうか、そういうところがこう言い放つ、こうある意味身勝手なカタルシスの叫びとか、そういうのが散りばめられていて、すごく素敵だなと思いました。エビさんとはこうがっつりこうタッグを組んでやらせていただきたいなとかねてから思っていて、でやはりこう緻密なこう積み上げ、丁寧に積み上げてって、結果激しいものができたりとか、高揚感があったりっていうサウンドをこう作られているなというふうに感じていましたの で今回も、サウンドというかデモのこうレコーディングの時に使う、音源というか、それが出来上がって、もうその時にはもうかなりテンションが上がるような、で歌詞が切なくこうグッとくる感じなんですけれども、例えばベースとかドラムが結構激しく、入っていて、美しいアンバランスというか、歌詞と、まあ、ボーカルも強さとこう切なさ両方表現していただいたんですけども、アレンジもこう例えばピアノ、ギター、ストリングス、バイオリンとか、そういうのもすごくこう伸びやかで、美しいところと激しいところとっていうのを両方とも入れていただいて、もうエフィさんのセンスがある意味暴走しているなっていう、すごく嬉しかったですね。しずくの YouTube チャンネルや各種音楽配信サイトでアネモネが聴けますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。今の季節にぴったりの切ない曲になっております。よろしくお願いします。それでは春龍でした。